カルナックはフランス、ブルターニュ地域圏、モルビアン圏のコミューン。戦士時代のメンヒルであるカルナック列石や夏の海水浴場として知られている。カルナック列石カルナックは大西洋に面した町である。東はモルビアン湾、西はキブロンである。コミューンの標高は高くないが、高原には2934体の列石が並ぶ。カルナックの基盤は 本質的に、加工岩層となっている。このわずかに白片状の岩は、隆起すると、たちまち平板状の塊となり、戦士時代のメンヒルを作るのに最適であった。カルナックという名前は、ケルト語のケルン、またはカーンから生じた。これは45万年前に人が、定住地を築いていたことを意味する。サンミシェルにある古墳は、紀元前五千年から三千四百年の間に、 作られたとされている。基本的に石は長さが124メートル、幅60メートル、高さ12メートルである。これは特権階級の墓を示していたのではないかと考えられている。伝説ではローマ兵に迫害されたいコルネリが兵士たちを石に変えてしまったと伝えられている。1864年、カルナックからラトリニテ・シュルメールが分離し、 独自の教区を作った。漁師たちは、港から遠くない場所にサンコルネリ教会を建てた。現在、ラトリニテ・シュルメールは別のコミューンであるが、同じ教区である。1903年、かつての塩田後に、海辺のリゾートが開かれ、1950年代に、現在のカルナックを作った、旧市街は、カルナックビル、海辺の新市街は、カルナックイコールプラージュという、 第二次世界大戦後、コートダジュールが観光地となると、次に観光客らが発見したのが、ブルターニュの海岸であった。1974年、ツールド・フランスを3度制した自転車競技選手、ルイゾン・ボベが引退後に出資して、カルナックにハイドロテラピーセンターを作った。2007年度の調査で、初等学校に通う子供の10.3%が、 ブルトンごとの二言語学校に通っている、聖コルネリ教会、ありがとうございます。